毎度毎度おはようございます。移、え、籍、ー、マーケットの終了まで1時間ちょっとですけれども、ま,あえー、まずもうでに決まった、正式に発表された移籍でいうと、オクセイド・チェンバレンがアーセナルからリベブルに移籍しまして、えー、セージュ・オリエがパリ・サンジェルマンからスパースに移籍しました、そしてレナート・サンチェス。 バイエルンからスポンジ、それは期限付き遺跡ですけど、結構楽しみです。ほんで、えーまあ、また、今のところで期限付き遺跡という形ではなって、えー、にはなってますけども、ウンバッペ、モナコからパリス・サンジェルマン、それも正式に発表されました。でも今回の遺跡マーケットで、まあ、特に今日の動きでですね、えー、単独で考えるのは、まあ 間違いななんで連鎖になってるこの遺跡が成立すればこれも成立するんだけどこれが実現しないとこれがもう,もう消えてしまうという話が結構多いですね。えー、特に、まあ、イングランドではマンチェスターシティを中心にですね。えー、例えば、まあ、フェルナンド・ジョレンテ、今のところではまだ正式発表はないんですけども、どうやら、えー、スポンジーシティから えーまあ、スパースに移籍することがほぼ決まりのようで、えー、それが、えー、イングランド時間ではもう午前中からもう、えー、オファーがいったという報道がありましてですでにメディカルチェックも受けましたしそして、えー、ジョレンテ選手のお兄さんチュース ジョレンテが、えーまあ、スパースのユニフォームを、えー、フェルナンド・ジョレンテが着ている姿の写真を SNS に投稿したので、ほぼ決定で考えていいでしょうけれども、えー、スワンジーはその代わりに、えー、マンチェストシティからボニーを 取ろうとしてるからそれが正式に決まるまでジョレンティの話も正式に決まらないようですね。そして一つ実現しそうにないのはですね、なくなったのはジョニー・エヴァンズの遺跡です。シティはまあウェストブルームからジョニー・エヴァンズを取ろうとしているという話が1週間、2週間くらい前から出たと思うんですけれども、その条件としてシティはマンガラを放出する必要があったんですね。今日になってクリスタル・パレスがマンガラを取ろうとして という話が出ましたけれども、その代わりにパレスはリベプールからサッコを取、えー、るようですね、えー。昨シーズン1月から期限付き移籍でパレスに行ったサッコですけれども、ですからパレスは、まあ、もうマンガラ取らない。シティはもうマンガラを放出できないので、えー、エヴァンズはウェストブロムに残留しそうです。えー、そして、まあ、もっと大きな話になりますと、アレクシス・サンチェス、そしてトマ・ルマル。 ですね、マンチェスターシティがアーセナルに5500万ポンドプラス500万ポンドのインセンティブのオファーをアーセナルに出してそれがまあほぼ合意になりそうという雰囲気でしたけどその条件はアーセナルはサンチェスの代わりに誰かを取りたいその誰かはトマ・ルマルですねで報道によると9200万ポンドのオファーをモナコに出してそれも 値段は合意したっていうね、すっごい金額でしたけども、本人がもうこんなタイミングで土壇場すぎて行きません言と言ったそうで、え。ー まあ、今日、えー、フランス対オランダの代表戦もありまして、ルマールがその試合ですごくいいボレーシュートも決めましたけれども、まあ、その試合もあったし、こんなタイミングで移籍する、えー、っていうのがちょっと考えにくかったと思いますね。まあ、もちろん、アーセナルの選手もフランス代表、えー、選手何人かいると思うから、ちょっとは話があったみたいで、ちょっとアーセナルに来てくださいよみたいな話はあったみたいですけれども、それはないので、アレクシス・サンチェスのマチスシティ移籍も それでなくなりましたもう9200万ポンドですよ。ベルナード・シルバーが満していたとき、その半額以下でした。えー、まだ、まあ、決まってない、どうなってるかわからないというのも、ま,あ、まだいろいろありますけども、レスタが、えー、ポルトガルのスポルティンからアドレーン・シルバ、えー、取ろうとしているという、えー、話になってまして、もしそれが決まれば、じゃあドリンクウォーターの、えー、チェルシー席、やっぱり実現するのか。 という噂になってます。ドリンクオーターの話実現しそうになかったですけども、まあ、そのポジションをもう一人取るんであれば、じゃあもしかして可能性があるのかもしれません。まあ、1時間ぐらいで分かるはずですが、そしてまあマッフレスについて、えー、アルジェリア代表の合宿からそれをまっ、あえー、一旦出る許可をもらって空港に向かったという報道は朝にありましたけども、どこに向かったかその後さっぱり分かりませんから、その遺跡はどうかなはよく分からない。 えー、遺跡マーケットの終了が、まあ、日本時間では朝7時ですけれども、もうその後でも正式発表はあるのかもしれませんから、えー、もう少し頑張って起きて見てみたいと思います。